サンマルポンポムの缶詰の鬼。はい、今日はキャンプに来ています。今からキャンプ飯を作っていきたいと思うんですけど、お手軽おいしいの王様、缶詰のアレンジレシピをやっていきたいと思います。今日はメジャー級缶詰焼き鳥缶 with チーズー開封料理開封。これだけでももちろん美味しいんですけど、さらに一手間加えてアレンジしていきたいと思います。うわー、お腹空いてきた。これは誰しもが一度は考えたことがあるのではないかと思うが、意外と私はやったことがないので、今日は初めてやってみたいと思います。では全身用意、はい、しまーす。今回の木でお菓子を作りました。めちゃくちゃまとも。今回の箸ぐつぐつ言ってきてます。あ、焼き鳥は皮だけが食べれなくて、なんかちょっと毛穴が見える感じとかブヨブヨしてる感じがちょっと苦手なんですけど、皮は取って人に食べさせてっていう感じだったんですけど、この間ね、福岡に行った時に皮だけの串があったんですよ。で、めっちゃ美味しくって、パリッパリになってて、なんか皮ぐるぐるぐる巻きみたいな、あれ美味しかったな。めっちゃ美味しい。いただきます。もうチーズがとろけにとろけている。うおうわ味の大穴や。めっちゃ美味しい。これすごい。あ、すごい。汁も全部多分飲む。マイルドなんやけどカロリーを感じるというか、なんやろ、食べ応えが増す。そして口当たりがすごく良くて、優しくって愛しさと切なさはないな、愛しさと優しさと心強さとって感じです。やばい、これ大ヒット。欲しい。ビッグシャワーです。これは文句なく星3つ。ちょっとチーズ入れるだけでこんな美味しくなる、また普段と違う楽しさを味わえる味になるので、ぜひ皆さんもやってみてください。以上、最後まで見てくれてありがとう。大型キャンプ Facebook、インスタ、Twitter もやってますのでフォローお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。高評発売中。